はい。お便り会でございます。はい。お願いします。じゃあ、こちらからいきたいと思います。はい。えー、オカルトネーム、酒井わさびさんです。酒井わさびさん、ありがとうございます。えー、岸本さん、林さん、林さんの奥様、いつも楽しく拝見させていただいております。ありがとうございます。最強戦で初めてお二人にお会いした、元はがき職人の酒井わさびと申します。あー、覚えてます。えー、 以前動画で岸本さんから継続無という言葉を聞き、そういうものがあるんだと初めて知り、今回継続無についてメールをいたします。うん、これは私が小学生の頃見ていた継続無です。私が小学校1年生の時、プールの授業で溺れかけました。うん、思いっきり水を鼻からも口からも吸い込んでしまい、本当に苦しくて怖かったです。<ら>その夜、高熱を出し、夢を見ました。場所は、 薄暗いオークション会場スーツやドレスなどカチッとした格好の大人たちが商品を物色しようと何人も立っています人はシルエットになっているのでどこの国の人たちかは分かりませんがなんとなく欧米かなという雰囲気です、えー、視界のような男の人がこの商品は今回の大目玉ですよといった感じで話し出します、うん えー、会場の真ん中には大体幅高さが3メートルあろうかというものに黒い布がかぶされてあり、視界、うん、の人によればこれは世界一大きなダイヤモンドだと言います。そのダイヤにピンスポが当たった状態でゆっくりと布が徐々に上げられていき、少しずつダイヤが姿を現します。うん、私はダイヤの姿が見えるにつれどんどん怖くなります。 布がダイヤの頂点近くまで上げられると、恐怖は発狂してしまうとのごとくマックスに達し、うん、ダイヤの全貌を見る寸前で目が覚めます。うん、その後、プールに入るたび、絶対夜熱を出し、その怖いダイヤの夢を見ます。<ー>客観的に夢の内容を聞けば怖い夢ではないと思うのですが、夢の中での私はこれ以上ないというほど怖くてたまらないのです。うん ものすごい魔力を持った呪物を見せられている気分です。それからプールそのものもトラウマになり、中高はプールに入ると体調が悪くなると教師に言い、プールの授業はパスする代わりに水泳のレポートを書くということでプールを避けてきました。水泳のレポートはい。今の年齢になってもプールに入ったことはありません。そして当然その夢は見なくなりました。 水や溺れること、何の関係もない夢をプールに入った日に限って見るのが今でも不思議です。うん、幽霊とかの話ではなく申し訳ありませんが、自分の中で何だったんだろうと不思議だったのでおた、お便りお送りさせていただきました、うんえー。読んでくださってありがとうございますということでいただきました。何でしょうね。まあ、これやったら必ずこの夢を見るみたいな話たまに聞くけどね。うーん あのね、関連性あるものとないものがあるけど、これ完全にないよね。だって、プールとダイヤオークションのね。オークションのガーで、世界一のダイヤ、うん、で、そのダイヤを怖がってんだよ。めちゃくちゃ。ブルーダイヤとかはね、自物で。あ、あるよね、なんかね。でね、その持ってる人がみんな呪わ,、ね、呪われていくみたいな話はありますが、うん、まあ、それとも別に関係なさそうだし、 なんかでもさ、小学校1年の時なんだって、これが。うんうん、小学校1年でオークションの夢ってすごくない確かにね。ちょっと混ぜてるよね。うん。オークションの夢なんか見たことねえぞ。<laughs> 今は持って。<laughs> いやいや、そ,れはそんな別に見ないだろうけど、そんなには。うん、結構あれかもね、だから、漫画とかアニメの番シーンとかなのかな。うん、あの、ハンター×ハンターとかにも出てくるしさ。あ、ありましたね。 なんかそういう感じなのかなだからもしかしたらですけど、うん、なんか水回りでイジャーな体験談をしていて、うん、で、その時になんか漫画とかで読んでたものがあるとするじゃない、うん、オークションとかのさ。うんうん、それがなんかその記憶としては頭の中で繋ぎ合わせて一つの出来事としてしちゃってて、うんうん、だからプールとかそういうものをした後になんか夢の中で見ちゃうみたいな。無理やりですけどね。 なるほどね。まあまあ、そうだね。だいぶ、まあ。無理やりですよ。無理やりではあるけど。うん、でも、何かをしたら、こういう意味を見るって俺、だからあれでしょ簡単に言うと、うん、あの、むちゃくちゃアイス食うたり、えっ、ー、と、ジュース飲んだ後に寝たら、うん、しょんべん漏らす夢見てしょんべんしちゃうみたいなことでしょだから。まあまあまあ、そうね。うん。簡単なやつで言うと。まあ、でもない、ないでしょこの、 法則性みたいなある夢とかって。いないね。俺、昔、うん。なんかすごい、エロい状態で、うん。寝ると、うん、エロい夢見るみたいなのあった気するわ。陰夢<無>うん。どういう夢エロい夢って。教えて細かく。細かく教えて。あんまり、記憶、うっすらとしか覚えてないけど。なわけねえだろ。いや、本当に本当に。なわけねえだろ。信じないよ。 だってもうその別に日常だったからそんなの。どういうこといや、そよくよくいや,や、やらしいっていうことが日常的にあったってことうん。はい <laughs>、ダウト。どういうことダウト。嘘ばっかりじゃん。そんなわけないじゃん。うん。あなたの周りで。なんか最初はさ、本当にそうかもなって思ってた。10年くらい前は。あ、うん、<laughs> ってさ、ずっと一緒にいることによって、 気づいた、うん、この人女っけ全くないなって。いやいや、そんなことね。全然ない。いや、あったとしても遊びに行くぐらい。色系,色系があるって言われてんだよ、こっちは。あるだけ。<laughs> あるだけです、あなた。うん。その銃を持ってるだけで発砲したことないです、あなたは。違う,ね、違うよ、その、女の子と同好があるとかじゃないよ。うん、じゃなくて、単純に例えば漫画で、エロい漫画があったりするじゃん。うん、あの、なんか、なんだろうな。 わかるよその別に、ヌーベイとかで。い,いやらしくなくっても、いやらしいシーンがあったりとかね。そうそう急にあるじゃん。うん、あるじゃギュラー的に。わ、うん、かるよ。それ、ね、見たらさ、うん、すげえ悶々とする感じのまんま、はいうん 寝ることになるでしょやそんな、読んだら。話してないんだよ、今。現実で、あなたの現実で、そういういやらしいことばっかりがあったって話をしてたから、それはないよって言ってんだよ。絶対にないよ。そこじゃないよいや、そこだよ。小さい頃の話違う違う。俺が言ってるのはそこなんだよ、今もう。なんだ、話食いなわけねえんだから。なわけねえって最近思うわ。最近じゃない。数年前から思ってるわ。いやもう、本当に。うん。どんなことあったじゃんちっちゃい頃の、 現実で起きた嫌らしい話を教えて、その本とかでね、ちっちゃい頃の。さっきの現実的にずっと起きた時に。いやいやいや、早熟で言うなら、俺あれよ、保育園の時から。何があったの保育園で裸の、あの、女の子と。え俺も裸で。う何してんのあの、マットに一緒にくるまったってことある。ちょって。それってさ、す巻きって言うんじゃねいや違う違う。それ、それあと東京湾でさ。自主的に自主的にすんだよ、そんなこと。 待って、なんですっぱだかなの、そもそも。ええところ、お昼寝タイムがあったのよ。おお、聞こう、まず。お昼寝タイムがあるよね。わかるわかる。お昼寝するんだよな、あいつらって。そあいつらってってちっちゃい子ってね。俺もしてたよ。そうそう。お昼寝タイムあったあった。で、多分お昼寝タイムに、もう、要はみんな寝てるから。寝てるな。で、何してもいいわけじゃん。起きてるやつ。まあまあ、そりゃそうだ。まあ、そんな騒がしいことはしちゃダメだけど。そうそうそう。で、なんか、 体育の授業みたいなので、体育ってあったか覚えてないんだけど、運動はあるでしょうね。運動あるでしょうかけっことかなんかあるでしょうね。そで、そのマットを、あの、ほら、畳むときにさ、くるくるくるって丸めて畳むんだよね。それを立ててたのよ。はいはいはい。丸めたままね。横にした状態じゃなくて、縦にしてるのがあって、それを広げて、 なんでかわかんないけど、その女の子と、そこに入って。それはわかる。まあまあ、それまではいいよ。うん。裸になってんの自分で、だからなんで裸になってんだよ。その、すっぱになっその保育園幼稚園ようわからんんけど、それ、そこって、うん。寝てるやつみんなすっぱだかなの違う違う違う。違うよね。ってことは、そこも自分で脱いだでしょ何脱いだから脱で脱ぐのおか、なそれ、導かれたように。その、え何エロいこととかもよくわかってないよ。聖書の話してる ちゅうゃなんていう何それなんかやらなきゃいけないと思ったのか何それなんか、うん。なんかこれをやりたいって思ったんだよね。ええで、やったんだよ。うん。どうなったの別にだから、体も反応しないし、そのってまあね。何もわかんない。何もわかんないけど、なんかこれいいって思った記憶があこれいいって思ったんだ。先生は何してんのその時。先生どうしてたんだろう見てなかったんだろうでもね、それできてるってことはね。 そうだね。でも、でも先生が来る前に多分服を着て戻ったと思うよ。うん、そこで発見されたら多分何かしら問題になってるもんやっぱ先生が帰ってくる前に服着てるっていうことは、服を脱ぐことが良くないことって分かってたんだ。<laughs> 多分分かってたんだ。恥ずかしいことだし、うんうん、でもその女の子の前で服を脱いでいる。どういうことなんだよ、それ。俺だけじゃないよ。あっちもだから。いや、分かってるよ、そんなことは。応、うん、別に。良くねえだろ。イーブンじゃん。え、いいブって何それ。<laughs> ただそれ、うん。 マジでなんでやったか未だにわかんないわ、ね。その記憶さ、うん、大事にしないよ。<laughs> <laughs> でも鮮明に覚えてる。すごいね、それ。保育園だからね。うん。保育園の記憶なんてあんまないじゃん。あるある。あるあるよ。一個だけある、俺。俺、あんまないからさ、それぐらい。牛乳飲んでさ、ゲボ吐いちゃってさ、うん、俺が拭いとくからお前はグランド走っとけって言われて、うん、ある、その、えっ、ー、とね、大きい体の子に言われて、うん 俺は、あの僕が吐いちゃったやつ、牛乳を俺拭いとくから、そういう係やからって言って、拭いとくから、お前はその代わりグランド走っとけって言われて、グランド何十周も何十か分かんないけど、何週貸してゼーハーゼーハ入ってて、おいもういいぞって帰ってきたら全然拭かれてなくって自分で拭いたってのはあるけどね。その曲は覚えてる俺きっちり。保育園それ。うん。えー、保育園って、あ、幼稚園。なんか出てたんだ。幼稚園、幼稚園。あの、給食みたいなのが。幼稚園。うん、出てた、出てた、えー、幼稚園はね。で、あと覚えてるのが、 幼稚園の初日に、僕もその時から人見知りやから、人とどうしようっていう時に、母親が、なんかわかんないけど、白いタイツを履かしたのよ、俺に。天使みたいな。ああ、いいじゃん。な。単判、なのよ。そうそう、王子みたいな感じで。で、その白いタイツをすっごくいじられて、なんで白いタイツやねん、お前みたいな。金持ちの効果みたいなこと言われたんですよ。で、何も言い返せずにすごく悔しい思いをしたっていう、その二つぐらいの仕事よないのよ。 まあまあ、そういうのならわかるわ。それは覚えてる。なんか恥かいたとかさ。そうそうそう。いうのだから感情がすごく高ぶった。悪い意味だけど僕のケースは。それは覚えてる。その二つは。もう一個だけあんのはピアノの前で。何したの体のめっちゃおっきい女の子がいて。うん。その子を、その子の顎蹴ったんだ。ちょ待って待ってよ。ピアノの前で顎蹴るなよ。で。なんで蹴るの 喧嘩したのその子ね。うんうんどっちがピアノ弾くかとかで。いや、ピアノ関係なく。ないんだ。ただ、たまたまそこが、そこだっただけで。で、あご蹴ったら、あの、圧倒的にあっちの方がでかくて、力あったから、首持たれて、ネッキングハングツリーみたいな。あ、わかるよ。首で持ち上げられたのよ。で、そのピアノのところに背中がこう、ダーンってなって。鍵盤のところに。うん。っていうのを覚えてる。 その記憶さ、大事にしないよ。<laughs> 全然関係ない話もう。<laughs> その人の。何の話だっけい夢がどうとか、ね。そう,そうそうそう。オークションの意味を見ちゃうとね、うん、いう話らしいんですよ。プール入った、ね、そう。だから俺は、その、悶々とした状態で寝ると、エロい夢を必ず見るみたいなのがあったよっていうのを言いたかったの。うんうん、あとさ、うん、プール入ってないじゃん。うん、プールのレポートって何 <laughs> 気になったのがそれ。<laughs> あの、 えったよ確かそれ入ってなかったらレポートってこっか俺行ったいんことか書けって言われたよプール入ってなかったらそうあの見学三角座り旦見とけだけじゃないの後で書けって言われるんだなんかね俺もだからプール嫌いだから結構見学してたんだけど厳しいね学校そうそうんか言われた書かされるってなったけど書かなかったわめんどくさくてさっきからさおかしくないなんか 何生いや男女で裸になってくるんでみたりとかさ <laughs> 学生じゃないよそれ保育園だろまあそうですけど、うん、であと顎蹴ってみたりとかさレポート書かなかったりとかさ <laughs> 別になんかそれみんなそんなもんだろ大体子供の時なん,なんかの漫画の主人公みたいじゃん <laughs> 全然何もないけどそういうの <laughs> 何もないって別に大した話じゃねえだろそれ悩ましかなないなそういうの あとはもう狂ったように登り棒、登ったやつだけ。登ったり降りたり、登ったり降りたりね、うん。そこぐらいしか覚えてない、保育園とかそういうことか。はい。はい、えー、まあそういうことです。<laughs> じゃあ次行きたいと思います。<laughs> このお便りがあったから、岸野さんの過去が知れたんだから、<laughs> いいじゃないえー、はい。はい、いきます。えー、林さん、岸野さん、奥さんいつも楽しい動画ありがとうございます。はい、今回が初めての投稿、人のプーさんと申します。人のプーさん。 はい、あうございます。えー、実は私、お二人とは同業者で放送作家をしております。えー、だから、時折されるテレビの裏方の苦労話にとても共感する一方で、このハイクオリティの動画をこれほどのハイペースで仕上げる大変さが痛いほど分かるので、えー、し私ももっと頑張ろうと、お二人からいい刺激を受け、仕事の活力になってます嬉しいです トシボーイズ沼にはまったのはわずか半年ほど前なのですが最近では全くジャンルの違う番組の会議でついオカルトの話をしてしまいドン引きされるほど侵食されています、えー、そんな私ですがいつも楽しいお話を聞かせてもらっているトシボーイズのお二人に何か提供できるネタはないかと考えたところ一つ思い出しましたうん、うん、それは私の母に関する話です、うん えー、私自身は全く霊感がないのですが、奈良県の田舎で暮らす母は昔から時々霊が見えたり声が聞こえるようで、うんうん、亡くなった祖父母やご先祖様の言葉を私に伝えてくれることがよくありました。えー、以前、母が上京してきた時、銀座を一緒に散歩すると、道端の占い師を見て、この人は霊感がない。この人は少しだけ霊感がある。と、前を通り過ぎるびに教えてくれました。うん その時私は内心、半信半疑だったのですが、銀座の少し裏通りを歩いていた時、急に母が、あそこの路地から何か感じると言い出したので、うん、一般客は絶対に入らないであろうビルとビルの間の細い道を進んでみると、そこには小さな祠があり、うん、仏様が祀られていました。その時私は自分の母ながら、この人、本物なんだと感心したのを覚えています。うん そんな母から突然電話があったのは去年の夏、2022年の7月でした。私の兄の息子、つまり母にとっては孫が怪我をしたので、病院に付き添いに行ってきたという報告でした。うん、私は驚いて、怪我大丈夫だったと聞くと母は、大丈夫、全然心配ないわと答えたのでほっとしました。しかし、その後、母が語った内容に私は驚きました。うん 今日病院に行ったら救命センターから出てきた角に紺色のスーツを着た男の人が立っていたのよ。よく見たら安倍さんだったのよ。安倍さん私は知り合いに思い当たる人がいなかったので、うん、安倍さんって誰と聞き直すと母は言いました。安倍さんって安倍総理。私は絶句しました。うん、この日は2022年の7月10日。 つまり安倍晋三元総理大臣が奈良県で選挙演説中に銃撃された2日後そして母が行った病院は安倍さんが緊急搬送され息を引き取った病院だったのです、うん、私は驚きながら母に「安倍さん病院の救命センターの入り口の外で立ってたの何してたの?」と聞くと「病院の入り口の方をじっと見てたわ」「安倍さんこんなところで誰を待っているの?」と聞いたら 先祖様が迎えに来るのを待っていると答えてくれた、うん、私は当時あまりにタイムリーな話に驚きつつも一国の首相ほどの人物であっても亡くなった後は一般人と変わらないような感じで行かれるのかと率直に思ったのを覚えていますその数日後母は孫の付き添いで再び病院を訪ねたのですがもう安倍さんの姿はなかったそうです 今回、都市ボーイズさんにメールするにあたり、母に詳しく聞き込みをしました。うん、登場する人の名前が名前だけに、この話は他の人にしたことはありませんが、都市、うん、ボーイズさんなら面白がってくれると思い、お送りしました。うんえー、ちなみに、ここからは打足ですが、私は、母は、私がまだ放送作家の駆け出しで、全然食えていない時よくこんなことを言ってくれました。うんえー、あなたには七福神の福六寿さんがついている。うんうん ひょこひょこ歩いてる歩いてはるのが見えるわ、うん、あとうちの守り神である龍さんもついているから大丈夫、うん、母は私の家に来た時は龍の鱗まではっきり見えたそうですかっこちなみに母によるとこの龍は父の実家である奈良県吉野郡の井戸から来られたこともわかっているそうです、うん 母の言葉通り、私自身の仕事は順調で、ここまで運が良すぎると思えるほどいい出会いに恵まれてきました。最近はテレビ局で都市ボイズのお二人に出会わないかなと期待しながら過ごしております。えー、お仕事本当に忙しいと思いますが、えー、体に気をつけて今後も素晴らしい動画を作り続けてください。えー、という感じでい行きましょ、はい、ありがとうございます。ねえー、作家先生から。 ま、同業者の方から、はい、ということでございましたけれども。ありがたいですね。あの、だからあれよね。自分の、うん。ご両親というか、うん、まあお母さんか、うん、あの、霊感、霊感というか、もうかなり能力者に近いレベル。ね近いとい、ねね。だって街歩いてるときに、この人ない、ある、ない、あるって、うん、一目でわかるってすごいよね。どういう感じで見えてんだろうね。うん。オーラ系かな。 どううなんでしょねよく言うよね、これでもこういうのさ、一瞬で見る人って、どこで判断してるのかな、目で見てなんかな、感覚なんかな、ある、ない、こいつ強い、こいつ弱いみたいなのって、なんとなく分かるのと近いのかな、ああ、だからその筋肉を見てとかね、動かし方を見てとかね、足ば足ばれじゃないのかな、俺でもちょっと分かるわけじゃん、足の運びか、ボブサップみたいなのとかさ、れたらさ、これも強えわ あの人はね、見るからに、でも弱いけどね、<laughs> い,やい,やい,いや俺らに比べたら強いけど、一流のね、まあまあ、ラインで言うたらそうでしょうベフェッキングダウンで負けてるぐらいですから、うんうん、うん、でもまあなんか、こういう人がさ、例えば、その両親とかにいたら、うん、結構いろいろ聞いちゃいそうだけどね、そうね、そんなに強いとね、で安倍さん、うん、が、だからその、何 もう銃撃された2日後とかの病院で見たっていうことだから、うん、まあでもこの方言うようにあれだよねその当時というかの役職とかさ、うん、あんま関係ないよねやっぱ、うん、死んじゃったらあとなんかあれ本当にさ俺も,もう今まで言ってなかったんですけどその安倍さんのっていう話ってすっごい入んのよ耳にうん それこそそのご自宅がさ、うん、都内のある場所にあって、うん、そこの前を歩いてたんですってある人が、うん、歩いていたらすっごい匂いがして臭い、うんうん、でその臭い匂いって亡くなった事件事故がそこにあったか近い時にねそれかこれから亡くなる人なんですようん、うん、でよん、ね、あんな事件があったわけで、うん だから自分はまあまあ多分勘違いだろうと思ったんですけどって言ってて、うん、とかねなんかいろいろやっぱり聞くんだよななんだろうねやっぱ注目度が高い人とか人との関わりが多い人はなんかあんのかなうそういうので、まあ、見られやすくなるとか全部そのねことが起きた後の話だから、うん、まあそれが本当かどうかっていうのはわからないんだけどでもなんか感じる人は感じるみたいで。 なんかね、うん、そ,そもそももしかしたら安倍さん側にすごいあれがあったかもしれないしねうん、うん、霊能力的なのがあったりとかさそうしたら見られやすいとかもあるのかもしれないまあでも本当その死んじゃったらみんな同,理同,同率というか,なんか一緒の感じっていうのは。 うん、そうだと俺は思ってるけどね、うん、なんか特別だから特別になるとかあんのかなこの人だけ特別とかどうでしょうまあでもお寺さんとかさ、うん、神社の人らはあるんちうあんだけやってんやからその神様仏様のためにってて徳を積んでるんやからなんかその人らは特別何かがいや逆にないのかもねどうなんだろう逆にないのかもあれさ、うん、でもさほら それこそさ、海明とかさ、うん、そういうのでも、お金によって変わったりするじゃん。うん、で、お墓もさ、うん、金かけたら、豪華まもできるわけじゃん。意味あんのかね、あれ。亡くなってる側の人からしたら。いや、明はあれだって弟子って意味でしょあ、そうなんだ。その、要は、お釈迦様のお弟子になるから、その、お弟子になった時の名前、なんですよ。うん、うんか。なんかなんとかなんとかみたいなねって。うんうん、確かそうなんですよね。だから、 それの名前に何を付けるかで値段が変わってくるんですよ。うん、もちろんその高い方が値段が得のいい。得のいいことでが入れられるんですよね。いいで、うんうん、その後、その、要は修行されるわけじゃないな、くなっタスとね。うん、その中でなんかちょっと、ポイント高いみたいない。だから、だからそこで有利不利がちゃんと出るのかなっていうのが気になるよね。<笑><笑>そんなことあんのかなって。で、でもさ、それをありとするんだったら、うん、なんか、 思ってたのって違えなってなっちゃう気するけど。まあまあ、でも、発揮し、結局、死んでから金買いみたいな。発揮し、儲けじゃん。いや、まあ、そうなんだけど。儲けなんだけど。商売だからね。まあわかるんだけど。それはそう。その、お寺も本当にあんのかななんか、プラスになることが。いやー。なんかね。その、ご遺族が、お墓参りをしたりとか、なんかあった時にご報告することによって、 なんか、ね。そのさ、生きてる側が気持ちいいは分かるよね。うん、わかる。あの、こんな立派な立てた地、ね、基本そうっすよね。そう。基本そうだと思うんですよ。そ,それならわかるけど。うん、でそ、それで気持ちいいなら、そうそうええやんって思っちゃう。いい、いい。まあ、あ自己満の一種だと思うんだけど。もともとはだって、でも、大きい墓建てた方が、その、あの人はすごい認められたりとかしてたんやっていう、その、もともとの家族の方が、うん ほら、うちすごいやろみたいなね。お城と一緒で、いい、石垣の方がいい。貼ってるのがステータスそうそうそう。お仏壇とかもそうですけど、まあ、それなんでしょうけど。いや、なんかだから、ね、お迎えに来る人がすごいビジョンになるとかさ、なんかメリットあんだったらいいな。まあね。だから、せっかく出すんだったら。一番安いやつだと徒歩で、一番高いやつだと馬車みたいな。格付けじゃん、それ。シンプルに。で、そんぐらいないとさ、 そうそうなだって値段もうえげつないで違い一番上数百万とかだからうん、うん、しかもいいお寺とかやと<え>そもそもお墓作るのだら数百万かかるしうん、うん、あと抽選ですからねからそれをさはっきりしてくれないとさ、うん、こっちもさなくなるときに言えないよね、うん、ちょっとかけてくんねえかなってまあね、うん、あと まあまあねブースターついてんだったら俺全然払ってもらうしう、ねうん、コマが2つプラスされますみたいなね、うん、なんかしら <laughs> すげえいいじゃんそれってなるならつけるけど、うん、オプションまあねんも、ね、ないならね俺は本当なんかどこでもいいやって思っちゃうけどな、うんうん、フ,ーフードがつきます <laughs> いやまあ、まあ、<laughs> まあじゃあいらねえから別にやとかね、うん、だったらまあまあいいよねうんまあまあそこら辺は分かんないよその 生きてる人らが得する得しないとか以外に、吉村さん言うに、その、亡くなってる人に得があるかどうかのことよね。まあ、うん、確かめよう、調べようがないからね、どうなんでしょうね。なんか、それこそ、うん、お母さんとかさ、この、方の、とか、うん、例の者さんが見て、亡くなるときにすごい名前ついてる人は光輝いてますとかやったら、なんか得あんのかなって思っちゃうけど、ねえねえまあ、そのあ、あっちで持てるとかね。まあ、その名前をつけてもらってる視点で、やっぱりさ、お金かけてもらってる視点で、すごい、なんか、 ね、人が良かったりとか、すごいやっぱり、まあまあ、そう今生きてる人に貢献したりとか、世界に貢献したりとか、家族を大事にしてた人とかっていう意味があるから、まあ、あれかもね、よくできました、生前、花丸みたいなことなのかもね。まあまあ、自分が金払うわけじゃないからね。まあね、その、そうね。ね、残った人が払うわけだから。でも信仰心強い人は、あの名前でお願いしますって言うからね。あ生前にね、言っとくんだ。言う言う、言うからね。 何にしようかな,な,かなか、ね、何つけてほしいパッコトシボイズ入れるかなじゃ入れるでしょ当たり前そんなの <laughs> 入れるに決まってるだろそんなの何を言ってんの入れるだろそんなのテロップとかで迷うような感じ、うん、で貴重のお墓があったらその横に真っ赤な字で俺の名前彫ってもらって、うん、<laughs> なんで入ってくのこっち <laughs> しかも俺の方が長生きしてるっていうね <laughs> <laughs> どうだろう,うん今ちょっといつかだから、うん、死後の世界行った人とかにさ、うん なんかいろいろ聞けるタイミングだったら、ちょっとルール教えてほしいわ、詳しく。怪をついてるぐらい長く死んでる人。いやもう。なんか、別途でさ、一遍心停止して、ちょっとの間、そのままなんだけど、読み書いとかじゃなくて、きちんとお葬式までやって、で、いやいやいや、無理でしょ。そんな一り終わって。終わって、もつけられて。そ葬ならあるか。 まあ、まあ、うんなんかなかまあちょっとね、難しいない,い,けるいけるのかなわかんないけど俺はでもそこすごい興味出たなうん、うん、今話しててなんて答えるんでしょうねこれいい名前にしたらどうなるんですかってそのお坊さんお寺さんに聞いたらいやそういうこと考えるんじゃないって言われるんじゃ、うん欲、うん、<laughs> 深いみたいな、ねうん、そうねしょうもないお前はって、うん 黙っとけじゃあ金取んなよってなるけどね。まあ、<laughs> お前黙っとけっていうかもしんない。<laughs> うん。そりゃあまあ、商売ですから、うちは。みたいな。ね。感じ。わかんない。いやでも本当は、だからすごい詳しい人ちょっとコメント欲しいよね。確かにね。うん、まあでもなんかほら、仏教はこうとかさ。うん。なんか修行とでも違うとは思うけどね、言ってることとかも。うん、まあね。なかなかで。あれ、お将校もそうじゃん。 何回するとかさあ。あれもだって決まってないもんね。決ま,決まってない。あれによって違うもんね。うん、とか。だから思いが込められてない100回よりも、思いこもってる1回のが絶対いいでしょ、1> 1<回>そんなの。<laughs> だって、っ正直さ、うん、若い人なんてさ、意味わかってないじゃん、その、ね、このね。形だけを、うんうん、とりあえずやれって言われてやってるじゃん。うん、そうね。 それは、なるよね、形だけ、うん。意味がわからないんだから、<laughs> そもそもね3回やるのこれ、みたいな。あ,あそうそう、三回で、ね、他の人のを見ながら、うん、あこ、これでいいんだ、っていうのをやるだけじゃん。僕もだから、えっ、ー、と、聞いたことあるのよ、お野さんに。うん、これ、あの、お召喚って何回とかあるから、どういう組合でって、うん、やっぱり、 その宗教ごとに違うし、うん、宗教の中の宗派ごとにもまたそうそう宗派でも違うもんね,ね、うん、あの真横のお寺でも同じとこでも違ったりとかしたりするからうん、うん、あれっていうのを発揮しもう何回でもいいと思うんですよね自分はって、うん、言って若いお坊さんでしたけど難しいよ、ね、まあね、うん、これがこうっていうのって答えってたくさんあるからそれこそさ絶対みんなさ、うん、経験するじゃん 言ったら普通に生きてたらまあお葬式はね義務教育で一個あってもいいねあほんまそうですね所作とかの意味とかね難しいからちょっといやでもあってもいいと思うようん冠婚葬祭さ難しすぎないだって言うこと全然違いますからね俺がちっちゃい頃聞いたのだとカーンと鳴らすそしたらそれがノックの意味だとコンコンといらっしゃいますか来てくださいねっていうノックの意味だとあれをコンと鳴らすことによって呼んで ほら、その、亡くなった死者が来てくれて、その時に、やっと、その、線香立てたりとかすると、証拠、証拠じゃないか、線香立てると。ほら、線香の匂いっていうのが、あの世の匂いと一緒やと。でそれで呼ぶ。みたいな話があるんですよね。で、その後に、あの、話しかけるんですよって言われるんですよ。それを、お墓でも同じようにしろって言われて。だから、洗う時も、香を立てながら洗わなきゃいけないって言われたんですよ。じゃないと。やってた気する、でも、そうでそう。 線香立てながらさ水かけてもうたら線香もついてまうよ、うん、なんなんて思いながらでもうちはやってたよそ線香立てながらすごい丁寧にだから水かけるイメージあったわ頭からかけましょうっていう人もいるや、うん、頭からかけると失礼だっていう人もいるしうちは頭からかける派だったなうちもかける派でしたかけてあげましょうっていう自分でかけられないんだからって言ってだからすいませんって言いながら頭かけるみたいなねへー、うん、とかもやる人も うちは違ったかもしれないけど、でも、あの、お坊さんが言うてましたね。あの、津山の。でも、本当別に好きでいいんじゃないかと、ちょっと思うけどな。そ,うそ,うそんだけ違うんなら好きでいいと思うそのさ、来てることに意味があるから、ね。うん、そう,そうそうそう。来ることに意味があるから。だから、亡くなってる、例えばおじいちゃんがいてさ、うん、おじいちゃんが生前私のことを応援してくれてるからっ,つって、あの、ダンス踊ってもさ、その前で見てるって。いや、ほんいいと思うよ。そうそう、ダンス踊ってしか。かをポールに見立ててダンスしてもいいと思うよ。いや、な、待ってよ。<laughs> 股間がべったりつくじゃないいいじゃんちゃんとそれは戦後立ててからね消さないように言うかもしれないけどでも分かんないからさルールバラバラすぎていやだからか結局はさ気持ちが大事で統一すりゃいいんじゃないかなって思うよね気持ち大事ですよ気持ち大事ですそうすると無茶するやつ出てきてる気するけどさそれはそれでいいんじゃないかなって思う確かにね そう,ですね、うんなんかあんま、うん、もう気にしすぎちゃうよねこんなにがんじがらめになんかいろいろ言われちゃうとっていう、うん、そうね、うん、確かにねだからあの全然好きにやったらいいんじゃないかなって思います、うん、何が正しいかなんてないんだろうな、うん、普通に本当にお若参りする気持ちがあれば亡くなった人に対してね、うん、リスペクトがあれば、うん、気持ちないけど 墓参りはどうなんだろうなって思うけどね <laughs>。うん。まあでも。それはそれでいいのかな来た方がいいって思う。<laughs> 僕はあの、全然関係ない人の墓参りあ、だからあるんで前に。あ、まあ。あ,あの、どこどこに来てくれって言われて、えー、って言いながら、そこへ行ったの。言われたから。近面ですらないってことでしょそう。行ったら、墓参り一緒にしてくれってって、そのご家族に言われて、うんうん、なんでやねんと思って。いや、思うよそれ。で、みんなが、おじさん、なんとかかんとかで、おじさん、なんとかかんとか、せいなんとか,かんとかでねって言って、はいんん、ね、セ君もお願いって言われて、 おじさん、まるまるくんとあ仲良くさせてもらってます。うん、今後もあの仲良くしていくので、どうぞ見守っていってください。うん、ありがとうね。あれやね <laughs> って思ってましたけど、<laughs> まあまあ、<laughs> まあね。まあ別にいい言そう言われりゃやるし、ご<家>族しょうがねえけど。プラス早瀬でお墓参りにしましたけどね。うん うん、まあまあいいんじゃないですかい <laughs> まだに覚えてますあれ何だったんだろうって知らないし、うん、あの人のこと確かに、うん、はい、まあ、ちょっとあれですねお便り以外のところが伸びちゃったんであ確かお便りこれぐらいで終わりたいと思いますけど、はい、ええわれわれですね都市ボイーイズ X やっておりますので、はい、都市ボイーイズで検索すると最新情報はそちら出でてできます、はい、ええー、ブログもございますブログ 過去のアーカイブが全部聞けるようになっておりますので、そちらもぜひお願いします。えメールもございます。都市ボイズメール、都市ボイズ0 2 g m a i l トコム toshiboys02-gmail.com。えー、こちらご意見、ご要望、お便り、えぜひ送ってください。えお仕事ご依頼はホームページの問い合わせフォームからお願いします。以上でございます。今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのあなたの好奇心です。 イルミナ、イルミナ、イルミナありがとうございたました